3月31日、新川さくら館を中心に新川千本桜まつりが行われました。今年で5回目を迎えるこのお祭りは、新川千本桜の会の皆さんが中心となり、風情ある新川の桜を PR するために行っています。11年前に私ども葛西地区の町会自治会長と区長さんとの懇談会の時に、新川に桜でも植えましょうかというような話がポッと出ました。それじゃあぜひ区長さん、新川に桜を植えてくださいということでやらせていただいたわけですが、そういう中でみんなで桜の木に心を植えようじゃないか、そんな話が出ました。そうしたら1ヶ月で9600万円集まりました。それから11年、こうしてお祭りができるようになりました。そういった温かい心を皆さんと一緒に含みながら、今日は新川の千本桜を十分に味わいたいなと、こんなふうに思います。会場では地域の皆さん手作りの模擬店がにぎわったほか、ステージでは訪れた人たちを楽しませようと、さまざまな伝統芸能などが披露されました。毎年人気のお花見和船の運行も行われ、乗船した方はゆったりとした新川の流れと桜を楽しんでいました。また当日午前中には新川千本桜をめぐるウォーキング大会も開催され、多くの方が参加しました。それでは出発します。参加した方は宇喜田小学校を出発して新川沿線を歩く4キロと6キロのコースに分かれ、桜を見ながら気持ちのいい汗を流していました。訪れた人たちは時折吹く春の息吹を感じながら、新川と桜が織りなす平成最後の情景を楽しんでいました。